こんにちは、小原です。今回のウィークリーレッスンではコースで緊張するとなかなかうまく打てないという方にアドバイスをさせていただこうと思います。緊張した場面でもいいショット、練習通りのいいショットを打つために重要なポイント、それはですね、プレショットルーティンを確立することなんです。プレショットルーティーンとは、一つのショットを打つ前の一連の動作のことなんですけども、この動作がいつも一定して同じことを同じリズムで行うように練習をすることで、コースに行って緊張感が高まった時も練習通りのショットが打てやすくなります。私もですね、昔このプレショットルーティーンを練習場で一打一打丁寧にですね、練習をすることで、コースに行った時緊張した場面でも練習通りのショットを打てるように、なっていきました。ぜひですね、コースに行った時なかなか緊張してしまうと思い通り打てないという方、プレショットルーティーンを確立して、そしてコースでも緊張した場面でいいショットを打てるように練習をしてください。では具体的にプレショットルーティーンとはどういうことかと言いますと、例えば今がドライバーショットだとするならば、ティーを刺してからアイアンショットだとするならば、ボールの位置に行ってから行う一連の動作のこと、打つ前の一連の動作のことですね。例えば距離を確認する、そして後方からターゲットを確認して、まずは左手からグリップ、そして右手を添える、そして素振りを1回してボールのところに行ってターゲットを見て、そしてボールを打つというような一連の流れのことです。このプレショットルーティンに関してはこうでなければいけないというルールのようなものはありません。自分にとって一番スムーズで、そして再現性が高いものですね。あまり細かく一つ一つを決めすぎてしまうと難しくなってしまいますね。ですから極力シンプルに行うものがいいかと思います。ちなみに私のプレショットルーティンを紹介したいと思います。私はですね、まず後方で距離、そして風、ライの確認をします。距離というのは何ヤードあるのかということですね。そしてライは芝生の状態がどうなのかということですね。そして風がどっちから来ているのか、そういうことを確認しまして、そして後方で腰の位置でグリップをします。左手、そして右手、そしてボールの約10センチから20センチ先にターゲットとボールとを結んだ結んでですね、そこにスパッといって目印を見つけます。目印を見つけたら、目印に対して平行に立ってアドレスをして、ショットするというような一連の流れです。状況によってはですね、素振りを途中に入れます。状況によってはというのは、例えば傾斜がすごくきつい場面に行ってしまったり、ショットを打つまでの間ちょっと待ち時間が長くてちょっと待たされてしまったような時ですね、そういった時はちょっと体が硬直してしまいますので、ボールの後方で 1,2 回素振りをしてからもう一度グリップをし直すというところからスタートします。ここはですね、きっちりと素振りを1回する、あるいは2回するといったように決めていた時期というのもあるんですが、今はですね、そういう傾斜や時間という部分が特になければ素振り等はせずにもういきなり打ってしまうわけなんですけども、もう一度一連の流れをやってみたいと思います。ボールのところに来たという感じですね。ボールのところに来ました。距離、風、そしてラインの確認をしたら、胸の前でグリップをしてスパッとを見つけて、そしてそこに平行に立ってターゲットを確認してボールを打ちます。このような感じですね。ぜひ自分自身のプレショットルーティーンというものを確立して、コースに行った時緊張した場面でも正しく打てるようになっていただきたいわけですが、これもですね、ポイントはよりシンプルであること、そしてシンプルでなおかつ
手際よく時間を短縮してですね、あまり30秒も40秒もかかってしまうと同伴競技者を待たせてしまうことになりますので、なるべく早くそしてシンプルに行えるようなプレショットルーティンというものを確立して、そしてコースに行った時緊張した場面でもいいショットが打てるように練習をしてみてください。次回のラウンドで全ショットにおいて自分のプレショットルーティンをしっかり守ってラウンドしていただくと緊張した場面でもいいショットが打てるようになるはずです。ぜひ試してみてください。